技能連携制度とは、高等学校の定時制、または通信制の過程に在学する生徒が、都道府県教育委員会の指定する技能教育のための施設で教育を受ける場合、その施設で受けた学習を高等学校の教科の一部の履修とみなすことができる制度である。ただし実務上の運用としては、指定技能教育施設としての一定水準を満たした。 専修学校の学生が連携する通信制高校に在学し、当該専修学校で学びつつ連携する高校の卒業を目指している。指定技能教育施設は一般には技能連携校とも呼ばれる。学校教育法等の一部を改正する法律により、学校教育法第45条の2として創設された。この法律においては技能教育のための施設は、 文部大臣の指定するものと規定されたが、各地域の実態に応じた運用を図るために、学校教育法の一部を改正する法律では、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものに改正された。学校教育法等の一部を改正する法律により、学校教育法の第45条の2は、第55条に変更された。本制度の目的は、 中学校卒業後、もしくは義務教育課程修了後に働きながら高等学校教育を受ける者に対して学習を容易かつ効果的に行わせることにより学習者としての負担を軽減させることにある。1987年度においては91校の高等学校が325の指定技能、教育施設と連携し約3万6000人の生徒が利用した。 1989年度では91校の高等学校が315の指定技能、教育施設と連携し約42,500人が利用した。技能教育のための施設については学校教育法施行令第32条から39条及び技能教育施設の指定等に関する規則で規定されている。技能教育施設が行う技能教育の内容には 文部科学大臣が定める高等学校の職業に関する強化に相当するものが含まれていることが必要である。昭和36年法律第166号学校教育法等の一部を改正する法律。制定法律情報。衆議院。2018年12月22日閲覧。昭和63年法律第88号。 学校教育法の一部を改正する法律。制定法律情報。衆議院。2018年12月22日閲覧。平成19年法律第96号。学校教育法等の一部を改正する法律。制定法律情報。衆議院。2018年12月22日閲覧。教育機関相互の連携強化。我が国の文教施策。 文部省、2009年5月17日閲覧。教育機関相互の連携強化。我が国の文教施策。文部省、2009年5月17日閲覧。学校教育法施行令、E 株法令検索。総務省行政管理局。2009年5月17日閲覧。技能教育施設の指定等に関する規則。E 株法令検索。 総務省行政管理局2009年5月17日閲覧ありがとうございます。